何私今テレビ見てるんだけど、邪魔しないでくんないそう。私の好きな俳優さんがテレビに出てんの。この人マジでかっこいいんだよね。あんたと違って振る舞いがスマートだし、気遣いができるって周りの人からも評判がいいんだって。こないだ握手会にも行ったんだけど、もうめっちゃかっこよかった。手をぎゅーって優しく握ってくれて、 微笑みながら応援してくれてありがとうございますって言ってくれたの。マジで惚れた何。何なんでそんな怒ってんのは、もしかして嫉妬した嫉妬しちゃったばーか。あんたなんかがこの人にかなうわけないじゃん。最近デートもエッチもしてくれないし冷たい別にそれくらい良くない 私だってそういう時期があるっつうつうか、あんたがいるとテレビに集中できないからさ、どっか出かけてきてくんないああ、今日お飲み会あるって言ってたよね。早くそれ言ってきたらこの番組スペシャルだからさ、夜中まであるんだよね。なんならさ、朝帰りしてきてくれてもいいんだよ。はいはい、行ってらー。 あー、やっと帰ってきた。あんた今まで何してたの昨日飲み会行ってから全然帰ってこないし、連絡しても。えあの、あなたははあ、こいつの上司の方ですか。昨日潰れちゃって送ってもらった。あんたお酒弱いのに潰れるまで飲むとか。てか、 上司さんになんか変なことしてないでしょうね。まあ何もしてないならいいですけど。え彼からはねって、それ、どういう。ちょっと、あんたなんで顔を隠して。は口も聞いてしっかり慰めてあげたから心配しないでって。あなた何を言って。 ふん <laughs>、帰っちゃった。ねえ、さっきのどういう意味なのあんた本当に何もしてないよね。ねえ、なんとか言ってよ。あれ、首のとこ、なんか赤くなってる。はぁこれキスマーク朝起きたらホテルにいて、裸で上司と寝てた。え <laughs>、はぁ いや、いや、いやよ。そんなわけない。あんたが私以外の女と寝るなんて、そんなわけ。だってあんたが付き合ってくださいって何度も告白してきてくれたから私が付き合ってあげたんだから、私のことをあんなに愛してるあんたが、浮気するわけないじゃん。いや、やめて。私から離れないで。 やだ。あんた私のものなんだから。誰が奪おうとしたって、絶対に渡したりなんかしない。渡すもんですか見たいなんて知らない。あんな女にあっさり抱かれたあんたが悪いんだから。骨が折れたってやめてあげない。あんた私のもの。あんた私のものなんだから。今からベッド行くわよ。うるさい。 いいから来なさい。あんたがあの女にされたことを、全部私もやってあげる。もう他の女なんか見れないように、私のものだって証を体中につけて、快楽で縛り付けてやる。今度こそ、私ししか愛せないように、他の女に取られないように、一生あんたを監禁して、ぐちゃぐちゃになるまで愛して、 いじめ抜いてあげるんだから。あんたを愛していいのは私だけ。あんたが愛していいのも私だけなんだからね。他の誰にも邪魔されない場所で、一生交わり続けて、幸せになりましょう。愛してるわ。あんたも、私だけをずっとずっとずっと愛していてね。 もしまた他の女に取られたりしたら、あんたがその女を愛する前に、あんたとその女を殺してやるから。<laughs> ずーっと一緒にいようね。